NKW 第1試合 NKW 王座選手権シングルマッチ一本勝負、ロープブレイクありマットの外に手を出したらブレイクとなっております。それでは選手の入場でございます。お膝に座ってやるの入場、大きな拍手を迎えください。身長173センチ、78キロ、体重ニュージャパンプロレスリング、リトルブルージャスティス、永田入場。どこだ。ミュージの登場です。大きな拍手をください。リトルブルージャスティス、彼は永田ミュージ。椅子をめがけて戦ってます。どういう人だ。続きまして、この方をご紹介しましょう。大きな拍手でお迎えください。身長178センチ、体重93キロ、第23代 NKW 王者、恐怖のだらしない体、大腸ケア選手入場。パーソナルスペース、ケア選手の入場です。第23代 NKW 王者、これが皆さん生でご覧になれる恐怖のだらしない体、大腸ケア選手の入場です。レフリー、お野菜食べよう。お野菜食べよう。さあ、レスラーの名前より若干注目を浴びてしまったレフリーのお野菜食べよ。怖い。今 NKW のブレイクが確認されました。それではこのシングルマッチの対決でございます。今日の第一試合、大変楽しみな待望のこのレスリング、恐怖のだらしない体、大腸ケア対リドルブルージャスティス永田入場にしてよ。エリーゴング、ゴング、さあゴングが鳴りました。この二人の対決、まずは睨み合いです。まずは、おーっと、ハリを飛ばした。永田がハリを飛ばした。大腸ケア。おっと、エルボーです。いきなりエルボーの応酬。新手紙に行く前に。まだナックルではないかという、レフリー、お野菜食べようにクレームが飛んでおります。もっといきなり場外、いきなりお客さん、気をつけてください、お気をつけてください。血中攻撃、都知事選のパネルがひびが入りそうです。選挙よりプロレス、選挙よりプロレス。さあ、リングカウント始まりました。大きな水平打ち、これは選挙のパネルを前に、小池対蓮舫の代理戦争か。マットに戻ってまいりました。カウントはまだまだ長さ余力があります。まだリングの席が、ああ、鉄柱攻撃、鉄柱攻撃、公的財産を傷つけてはまいりませんよ。さあ、23階まで戻れるか。お客さんのマットでやれコール、
ここは駅前です。なるべくマットで試合をしてください。よろしくお願いします。またで中国です。永田意識朦朧ですね。どうですか桜井さん、この感じ。今日は言ってみたく大腸ケアがラフファイトに走ってますね。さあ、チンドク入った。いきなりここでメキシカンな環境技、カウント入った。ワンデカイツ永田、いいですね。まだまだ始まったばかりでございます。永田に声援が飛んでおります。さあ、だらしないからの大きな技、これはだらしないバックドロップか。エルボとか、おお、エンディングリをかわした。いつになくだらしない代表ケアがだらしなくないディフェンスをしております。会場は永田コール、ぐっとヘッドロックです。これはブレイク、これ場外ブレイクですね。地味ではございますがブレイクでございます。さあ、圧倒的に攻め込まれております永田。代表ケアいつになくラフファイト、今日はだらしなくないファイトが続いております。代表ケア、おお、ダブってくるな。豪快なドロップキック。顔面にハイキックが決まった。ここで、ネイト。カウント2、大長期や。お得意のだらしない感じになってきた。ここで攻守逆転、エルボーが決まった。三沢張りのエルボーだ。長田のエルボー決まってきた。これはエルボーの応酬だ。すごい音がしている。長田の方が優勢か。ゴーンという鈍い音。大腸ケア、だらしなく下半身から倒れかけている。ここで大技か。さあ、永田が大技を仕掛けるか。大腸ケア耐える。ここはチャンピオンの意地だ。おっと、腕を取った。さあ、ギブアップか。これは関節が切れに決まった。大腸ケア、だらしない背中が見えている。永田ロック張りの永田、腕を決めた。会場永田コール、可能して大腸ケアブレーキを見えました。これは腕へのダメージが大きい。新国内駅前、電車から降りたお客さんがあぜんとしております。腕折り、まさに猪木対タイガー・ジェット・シンの大阪の腕折りを彷彿とさせる。これおっと、スリーパーホールドで変えた。スリーパーホールド、世界のアナコンダホールド。なんとかして、ここはもう関節技の応酬だ。フェイスロック、フェイスロック、これはギブアップか。お野菜食べようがギブアップを聞いております。これは危ない、これはピンチか。おっと、腕を取った。これは打ち捨てのグランドコーラでしょうか。これはなかなか逃げられない。やっくり関節をしましたぞ。可能してブレイク、大表ケア。しかし、だらしない体が満点に楽しめる状況になっております。永田チャンス、新チャンピオン誕生か。ここで大きく勝負に出るのか。永田集中しろ、勝負に出るのか。さあ、上がるのか。大表ケア大技が決まった。スープレックス、さあ、決めにかかるか。お客にアピールする永田、もう一丁。
これは決まっただろう。カウント 2.8。 お野菜食べようが少し野菜が足りないスピード。栄養不足は少しカウントが。バックマンアップ、だらした。タイム返した。危ないぜ。大小ケアがここで。だらしなくない、だらしなくない反撃だ。あっという間の電光石火。アントニオ行きのジャパニーズレッグクラッチホールドを放送させる。これで NKW 王者恐怖のだらしにされた大長ケア、タイトル防衛。あっという間の出来事、永田呆然です。いやー、これは途中まで完全に攻め込んでおりました。だから永田ファンから怒号が飛んでおります。しかしこれは明日につながる戦い方で言えるでしょう。 NKW 本日の第1試合 NKW 王者選手権チクマチッポー勝負は大腸ケアの勝利で終わりました。ありがとうございました。第1部ご観戦いただきありがとうございます。誰だ、私はですね、デル大島と申しますけれども、これからいろいろ我々 NKW の宣伝のチラシであったり、これから第2部、続いていくんですけれども、その前に皆さんのお気持ちをいただければなと思い、とあるバケツを持ってお待ちしております。そのお気持ちとは、丸い金属のものであったり、色が書いてある四角い紙貼ったりをいただけると僕らちょっと嬉しいなって、いやちょっとじゃないですね、だいぶ嬉しいなって思いますんで、皆さんお気持ちのほどどうかよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、NKW を応援している皆様、ぜひ投げ銭なんでございます。 NKW の活動費になっておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。